県内で出土した翡翠と縄文人とのつながりを紹介する企画展が青森市で開かれています。三内丸山遺跡センターでは、県内の縄文遺跡で出土した翡翠などおよそ230点が展示されています。こちらは弘前市の湯口長根遺跡で出土した太子です。美しい緑色や丸い大きな玉が特徴で、去年10月に弘前市指定文化財となりました。六ヶ所村で縄文時代晩期の墓から出土した首飾り、赤い紐に通していたことから死や再生の意味を表す赤と翡翠の緑が何らかの関連性を持っていたと考えられています。特に三内丸山遺跡から出土した玉作りの関連資料が普段公開していないものですので、見応えのある資料となっております。特別展三内丸山と翡翠は7月2日まで開かれています。